はい、こんばんは。西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今ですね、ちょっと夜中なんですが、ちょっとね、ギターが弾きたくなってね、あの名曲、鬼滅の刃のね、無限列車編の主題歌、リサさんが歌う、ホムラ?まあ、どっちでもいいや。それをね、ちょっと弾きたいなと思いましてね、TikTok の方でね、こうサビ部分だけ動画でアップしたんですが、この一番だけね、ちょっと今日弾いてみたいなと思って、夜中に歌うおっさんの動画をぜひ見てほしいと思います。では、どうぞ。さようなら、ありがとう、声の限り。悲しみよりもっと大事なこと。去りゆく背中に伝えたくて。ぬくもりと痛み、間に合うように、このまま続くと。光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君を思う。Yeah.